花むぐらは、アカネカ、アカネアカ、ヤエムぐら族の他人層。茎は横に広がって枝分かれし、斜上し、長さは30から60センチメートルになる。茎に4両があり、両上には、下向きの四条毛が著しく生える。葉は4から6個が輪生し、各、輪が平だたって、茎につく。葉心は、長さ1から3センチメートル、幅3から7ミリメートル、 頭皮神経、または強調大円型で、先は円筒でわずかに凹こむことがあり、先端はごく短く尖り、円に下向きの四条毛が生える。葉の裏面の中央葉脈にも下向きの四条毛が生える。臨生する葉は、耐生する本来の二個の葉と、残りの二個の葉と同型の卓葉となる。下記は5から7月。茎上部と溶液から促死を出し、 不規則な2から4回2で周産花ジがつき、多数の白色の花をつける。花ジには長大円形の方辺がある。小花柄は長さ1から3ミリメートルで細い。果敢は逆き形で計2ミリメートル、先は4列し、列辺は卵状三角形で長さ約1.5ミリメートルになる。有水は4個あり、脂肪は2室に分かれ、各室に1個の胚種がある。 果実は2個の文化からなり、各文化に1個の種子がある。分け川、大円球で、長径約2ミリメートルあり、表面は平滑無毛、または微突起がある。日本では、東北地方南部、関東地方、中部地方に稀に見られ、河半の低湿地、河川とつながった湘岸の湿った草原に生育する。利根川では、氾濫原に生育するので、 花が咲く頃は泥水を被って、葉が白く汚れていることが多いという。世界では、朝鮮半島、中国大陸に分布する。ワミオ花ムグラは、牧野富太郎による命名。新聞類木や日本植物図鑑によると、花ムグラはこの種類の白花が著しく目立ち、美しいのにちなんで筆者が名付けたとある。ムグラは、草むら、ヤブの意味がある。と世は、 東京産路の,の意味。新種記載も牧野によるもので、牧野自身が東京府南葛飾郡小岩村などで採集した標本をタイプとして記載発表された。絶滅危惧通類2000年レッドデータブックまでは、絶滅危惧 IV 類。ありがとうございます。